カール・テオドールは、ライン級中白兼バイエルン選定校。カール二世テオドールとも、ライン級中白としては、カール四世、フィリップ・テオドール。ビッテルスバッフ派家は14世紀以降バイエルン系と、プファルツ系に家系が分かれていたが、プファルツ系のカール・テオドールが、バイエルン選定校を継承したことで統合された。カール・テオドールは、ブリュッセル近郊のドロヘンボスで生まれ、マンハイムで育った。 父は、プファルツ系ビッテルスバッハ家冒険、ズルツバッハ家のヨハン・クリスティアン、母は、ベルヘン・オプゾーム編教女白、マリー・アンリエット・ドラ、トゥール・ドーベルニュである。1742年、父方の重子マリア・エリーザベト・アロイス・アウグステと結婚し、1743年に、プファルツ選定校を継承した。1742年12月31日に、 死去した前選定公カール3世フィリップには男子がなくエリーザベトは最年長の孫だった。カールデオドール自身は祖父テオドールオイスタフ派がカール3世フィリップのまたいとこという関係にあった。プファルツ選定公時代のカールテオドールは宮廷のあったマンハイムに科学アカデミーを設立したり、宮廷楽団をヨーロッパ屈指の規模と実力を誇るものにするなど、文化や 学芸の信仰に熱心であった。また、ハイデルベルクに橋や門を建設したり、デュッセルドルフにベンラート城を建設したりもしている。1777年、バイエルン選定校、マクシミリアン三世ヨーゼフが死去し、バイエルン系ビッテルスバッハ家が断絶した。カールテオドールがバイエルン選定校を継承することとなったが、彼はバイエルンに執着しなかったため、 オーストリア軍のバイエルン侵入を許した上で、バイエルンとオーストリア領ネーデルラントを交換しようという新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世の提案に応じた。しかしこれには、非の老いで文化筋のツバイブリュッケンー兼行、カール3世アウグストが反対し、さらに、プロイセンをフリードリヒ2世が介入する事態となって、バイエルン継承戦争へと発展した。結局領地交換は成立せず、 カールテオドールの宮廷はミュンヘンに移ったものの、バイエルンの統治には不熱心だった。フランス革命軍が1795年にプファルツへ侵入し、1796年にバイエルンに迫った時、カールテオドールは皇帝フランツ2世に支援を求めたが、見返りにバイエルンが実質的にオーストリアの属国となるのも容認した。そのため、カールテオドールは、 バイエルンの君主としては人気がなく1799年にミュンヘンで卒中のため死去した際、ミュンヘン市民は数日間それを祝ったという。カールテオドールは最初の日エリーザベトとの間に存命の子供がなくハプスブルク家から5歳に迎えたマリア・レオポルディーネとも子供を設けることがなかった。カールテオドールの死後、選定行為は エリーザベトの妹の息子であるツバイブリュック原マクシミリアン・ヨーゼフが継承した。フランス革命戦争とナポレオン戦争の過程で、プファルツは一時失ったものの、バイエルンは領土を拡大して、バイエルン王国となり、マクシミリアン・ヨーゼフは、初代バイエルン国王となった。ありがとうございます。